荷物多すぎだろ、あの二人。全員揃ったな。行くぞ。始めよう。合宿という名の実験を。氷室先輩、ほら早く。もう奏ちゃんったら。ふぅ、よくお似合いですね。雪村先輩。何、雪村君どこか変？いや別に。直視できん。これが水着というものか。なんというか、普段より氷室が 2.34 倍ほど美しい。大丈夫よね、変じゃないわよね。水着なんて小学校以来だし。どうなんだろう、なんとか言いなさいよ、この男は。ここなら人目もないな。やりましょう、密着実験。やっと雪村君とくっつける。それは嬉しいんだけど、冷静に考えるとこの格好で密着するのヤバくない？待て待て待て、この氷室と密着するのか。水着だぞ、この露出度だぞ。肌と肌の直接的な接触面積が普段と比較にならん。おまけにホルモンの分泌にはできるだけ密着した方がいいとされてるし。できるだけ密着。ちょっと水分補給するわね。唾液取りすぎて口が乾いて。俺も計算し忘れたものを思い出した。ああもうくっつきたいけど今は恥ずかしいし、どうすればいいのよ。もうどう密着しろと言うんだ、あんな 2.34 倍美しい氷室に。